最南端の地である。串本町中心部町域は、紀伊半島の最南端に位置している。また、熊野灘の南端部に位置しているほか、小座川の上流域に、紀伊山地が広がる。最南端の潮の岬がある部分は、紀伊半島から突き出しており、串本の芝市は、潮の岬側と元来の陸をつなぐサスの上にある。なお、潮の岬側は、 潮の岬半島とも呼ばれる。市街地の東側には、紀伊大島があり、1999年9月に、完成したくしもと大橋で結ばれている。海岸部は、吉野熊の国立公園地域に指定されている。また、潮の岬の捕獲にの天然記念物である、橋い岩や、世界で、唯一の、飛散後唱海域に存在する。 産瑚礁があり日本初の海中公園にもなった地域を含む沿岸海域がラムサール条約に登録されている。ゴンゲン島山地下線海岸当初海洋性気候で年中温暖だが夏の気温はあまり上がらない。夏から秋にかけては台風の通過が多く枕崎市、室戸市などと並び台風銀座の一つである。エルトゥール,ル号相南寺ケニレイヒ川病院。 串本町文化センター海外農業温暖な気候を利用したいちご、ポンカン栽培が盛んで、それぞれ黒潮いちご、黒潮ポンカンとしてブランド化している。また、大島では古くから金柑が特産品となっている。漁業活用量が盛んで、諸羅産が用としてブランド化している。また、マグロやトビウオ、サンマなどの水揚げも盛ん。 中継局は、かやま県立串本、小座高等学校串本駅串本町、コミュニティバス道の駅串本、橋食いは、串本港、フェリー乗り場と中心となる駅、串本駅鉄道路線路線バス高速道路、国道県道港湾串本マリンパーク、潮の岬観光タワー会混合、橋食いは、ありがとうございます。